じゃあ一旦彼らは騎乗させます。で、あとはまあ適当にやるんだけど、浮田くんとは今親善中なんだよね。うん、まあ、どんどん進めていいんじゃないか。そしたら、じゃあ池田家に対して宣戦布告いたします。我が妻、お見せしましょう。助立ちするぜ、助立ちするぞ。どんどん宣戦布告で国力を増やすと。多分勝てるんですよ、どうあがいても。うわ、ここで戦うのは嫌だね。17000、こっちから攻めてってここで戦うか。あ、それでいいや。じゃあ松坂城に向かいましょう。で、天保命令とかで、まあ、飛ばしてあげてもいいもんね、織田ぐらいだったら。じゃあ、時を進めます。やっぱ神前の能力が低いのが辛いね。お、小出さん、全面解放でいいですよ。あ、通ったわ。分けてやるわけにはいかぬ。え、じゃあすぐだな。これここを向かわせた方がいいな。で、行くぞ。これ海渡してこっちとか入ってみるか。進め。岡崎に入れば問題なく倒せるはず。ということで岡崎に向かえばいいや。よいしょ。で94日、ちょっとこれ長いけど、まあ交渉で頑張ってご利用しましょう。で筒井家、あ、同盟締結いいね。同盟結ぼう。なんで同盟結べるんだこいつと。なんかめちゃめちゃ簡単に同盟が通ろうとしてるけど。そして秋になりました。うわ、一揆が起きてる。どことの戦争が長引いてるんだ。でもご命令を。どこだ、戦争相手で長引いてるやつ。どこ、これで見れるのか。長引いてないっすね。単純になんかバグってるだけか。まあまあまあ、そういうこともあるでしょう。ちなみに援軍を借りたいなーって思って借りられそうだな。後々考えていこう。で、あとこの邪魔な織田家を天保命令で飛ばすっていう感じかな。で、織田を飛ばせば、浅野とか、いやでもどうなの？こいつら無視して普通に攻めてかないと徳川に食われるだけか。そうだな。必ずや果たす。徳川に食われるだけな気がしてきたぞ。そして長宗我部対蜂須賀、もうこれ長宗我部につく。手を貸しましょう。で、そうなると、あ、城と将兵貸してくれ。2000円か。まあ2000円じゃあげます。そして伊藤家、これ島津につきます。手を貸しましょう。で、伊藤家に攻めかかる。まあ、これは納得っちゃ納得。援軍。あ、毛利家に援軍借りれますね。じゃあ、この辺の3つを借りましょう。軍馬2000。安い安い。で、宣戦布告を黒田家にします。我が妻、お見せしましょう。助立ちするぜ。よーし。じゃあ、黒田の土地に攻めかかるぞ。うちが有利なんだ、ここで戦えば100。黒田勘弁。進め！いいね。いい男がいたわ。まあ、あと1ヶ月なんで、これ兵帰りそうだけど。まあいいでしょう、この際。じゃあ、どんどん時を進めていきます。黒田が地を奪う。まあ毛利につくしかないんだけど。しましょう。ちょ、待ってな、それは厄介なんだ。この志果たさずに死ねるかよ。死を知らず、まあ、これも OK。 待て、じゃあ宣戦布告蜂須賀家に打ちたいと思います。お見せしましょう。よいしょ。助立ちするぜ、助立ちするぞ。軍を出しまくります。よいしょ。じゃあここはうちがもらいましょう、代わりに。出陣するぞ。こんなもんですかね。まああとは筒井家、あ、従属すんね、いいね。じゃあ君従属で。大谷家はまあ従属しないって言ってんだったらしゃあない。
小早川軍の方が先かな。37日で到着って言ってるだろ。46って言ってるけど、とりあえず軍集めるところからか。そして伊藤対島津。あ、島津勝つよね。そりゃそうだわ。そして岡崎城に到着。11日で落ちんの？早っ。どこだこれ？あー！その城ね。池田家の奴らはね、見る目がなかったんで。決戦に勝利で、さらに志が解放。先駆け衆。めちゃめちゃ強くなったな。これで、舞台の士気が上がるの能力も解放されたし、全部解放されたんだね。普通に強いっていう石だけ。君、半分か。半分いったんだったら、交渉無理だな。このまま行くしかないね。お米は10万なんかあるんで大丈夫でしょう。どんどんこのまま行っていいんじゃないかな。前田家と同盟締結。はっ。てか普通に同盟なんでこんな早く結べんのって思ったけど。これか。敵以外と常時同盟化の強いな太后の意向が。まあまあまあ、これはこのままですね。サクサクっと行きましょう。使いの者が来たようです。で、うちに神獣をしたいと。神獣別にそれでもいいな。承諾で行こう。時間50何日かかるよりは承諾しちゃった方が早い。で、どんどん池だけ攻めていきましょう。クキさんもね、不毛だったでしょう。そして、有馬対鍋島。これ有馬つくんだけど。大丈夫かな？お、貸してる将兵が過ぎたと言ってるな。大丈夫か？表情を始めましょう。人数が心配だが。多様な策はいかがで。そして、めちゃめちゃ解放されてるね。人をめちゃめちゃ登用したからでしょう。じゃあまあ、論議と商業でいいかな。東道高虎、53いいね。47。これにて表情を終わります。よーし。じゃあまあ、適当に取るんだけど。やはり農業の農業が取った方がいい。兵糧収入増加。これは必要だね。で、この端っこ。微妙だ。絶好調確率を上げた方が良さそうだ。で、神前効果上げよう。あともこの端っこの干ばつ被害低下。これは取っていいでしょう。よいしょ。舞台移動速度。全部取っちゃおう。取れる能力は取ってしまえ。こんなもんですね。どうせ取らなくちゃいけないんで。まあ、どんどん行きましょうか。よいしょ。岡崎城を突破と。かたじけない。じゃあこの1万の部隊を使って出陣する。南下させようか。よし、従属通ってるね。どこの家だか知らんけど従属通ったね。よし、筒井も通った。吉田城67日強行。めちゃめちゃ時間かかるな。そして、あ、指揮なさらずとも勝ちが揺るがない。じゃあ、指揮は取らなくていいと。志果たすな。よいしょ。じゃあ、徳島城を速攻で落としてもらおう。11日。そして、鳥羽城。62日でいいんだね。これはすぐじゃないか、だいぶ。あとはまあ従属をどんどん伸ばし、やってあげてっていう感じ。お、いいね。浮田従属。あとはまあできることがないな。心配なのは君の軍勢だけど、1万2000いるんだ。じゃあ大丈夫だ。よいしょ。中津に到着。79日強行でいいということで、これは非常に楽ですね。まあ、官兵衛はうちで、ぜひとも手に入れたいところ。そして、小野寺家は、最上家によって滅ぼされました。あらあらあら。だいぶ、すんなりと。負けられぬのでな。
でだ。進め。どんどん行きます。貴様で死ねぬか。ご命令を。ハチスカ家の力はまあまあまあって感じだな。かん、怖えーな黒田軍。まあいいや、どんどん行きます。調査が見たいハチスカは？東道高虎の活躍によりって俺じゃねえかよ。じゃあもうこれ高虎勝っちゃったんだったら、ここもう解散だね。敵いないんで。で、どんどん西に攻めて、西？東に攻め、登りましょう。よし、従属手に入った。これがでかいね。で、うわ、徳川対真田。まあ、これ真田つくけど、大丈夫かな、心配だな。池田家が心中するって言ってきたな。ただまあ、拒否ですね。ちょっとね、もう池田は許されないと思ってます。よし、冬になりました。で、一応報酬をあげとくか。片付けない。これで OK で、軍まだ出るんだったら出したいところ。あ、出るね。2万も出んの？しかも。じゃあ、刈谷城に向かいます。で、この軍を使って、後々、まあ、攻撃もしていくということで。真田対、徳川。徳川が勝ってしまった。いやー、これ非常に嫌ですね。よいしょ。いや、いいんだけど良くないぞ、これは。じゃあ、まあ、どんどん宣戦布告で行きましょう。堀よけ。助太刀するぜ。助太刀いたす。邪魔な家は全部叩き潰す。後に続け。これでいいでしょう。よいしょ。勝ち時をあげよう。吉田城も突破と。片付けない。じゃあまあこれはどんどん。出陣するぞ。どんどん行きます。3900ならまあ倒せるでしょう。そして刈谷城に到着。いいね。86日強行でいいと。時間はかかるようだがしゃあないね。じゃあ時をどんどん進めていくと。表情を始めましょう。そして表情。策がございます。まあ、商業と、なんかで。43だね。これにて表情を終わります。で、三成出てくると多分強いと思うんで、大名表情発言、これ取ります。で、大砲、これは必要でしょう。よいしょ。うちに使える、竹中重、よし。あんまり強い人じゃないんだな。竹中家ってことは、半兵衛の子孫かね。で、お米がめちゃめちゃ余ってますね。こんだけ軍を出しまくってるのに、米が余るっていうのはちょっと予想外。まあ、どんどん行きましょう。よいしょ。よし。次だ次だ。中津突破と。ということで、黒田家は石田家によって滅ぼされました。いやー、強い。黒田官兵衛、黒田長政、栗山善介、後藤又兵衛。この辺りが本当に強い。そして森田兵とか、まあ、黒田の好きな人と、宮本武蔵もいんの？知らんかった。これは優秀。ありがたく登用します。で、この9000人がいるのならば、これこのまま鍋島家に対して宣戦布告いたしましょう。お見せしましょう。助太刀するぜ。まあ、人数が結構余ってるんでね。いいね、1万の米。こりゃ減らんわな、米。よいしょ。じゃあ村中城に向かいます。で、どうしようか、あとは。家臣の忠誠が上がるっていうあれがあるから、余計に裏切られないで済んでんのかもね。で、長宗我部は従属しねえのか。毛利も当家に従属を拒否と。まあ、立花
ま、宗茂が従属するとは思えないけど、そういうことなんだろうな。じゃあまあ、どんどん行きましょう。とりあえず攻めかかると。勝ちは揺るがん。皆、見事な戦であったな。まあ、でしょうねっていう形でどんどん攻められてますね。そして、里見家は徳川家によって滅ぼされました。やはり徳川が動いてきてしまったか。浜松城。家康は、家康ってか、奴らは、多分浜松とか欲しいだろうね。もともと、家康の本拠地ってここだから、信念的な意味で、欲しいんじゃないかな。12日で落ちると。すんなり落ちるな。犬以上。そして、真田対徳川。やばい真田が滅びる。真田が滅びるの良くないぞ、これ。そして、蒲生家は、徳川家によって滅ぼされ、やはり徳川が強くなりすぎてるのは良くないな。ご命令を。頑張って、うちで、東洋とか仕掛けてみましょう、後で。成駒家、従属をさせたいけど、隣接してないからダメと言われてしまってるんで、天保命令とか出してみる？天保命令でもめちゃめちゃ使うんだよね、ドンギ。大名も100使うのか。これすんなりと出せねえぞ、天保命令。あとはまあ、まあまあまあ、とりあえずこのままどんどん行きますか。よいしょ。使いの者が来たようです。で、堀尾家が従属するって言ってるけど、まあ拒否ですね。先に落とします。で、ここ99日包囲と。時間かかるな。まあしゃあない。ここないと、小早川家が従属してくれないんで。高影いいんのかな、まだ。わかんないですね。我らの勝ちよ。お、犬い取れたぞ。じゃあこれこのまま、京極家に宣戦布告いたします。お見せしましょう。助立ちするぜ、助立ちするぞ。いいね。ほんと徳川との立地の方の城はなるべく取っておかないと、後々戦で使えないんでね。ここから軍出せるようになるんで、なるべく取りましょう。そして皆の力合わせよう。徳川と接しないようなところから先に取ります。いいんじゃない？軍出てくれたのは非常にありがたい。じゃあ適当に11日でさささっと落とさせておきましょう。そして今こそ石崎を撃つときぞ。これを機に攻め滅ぼすのだ。秀忠が動き出しましたね。厄介だすなぁ。まあ、どこが敵対したかっていうところが重要かもしれんな。商いを始めましょう。あ、配下中枢、配下全員の忠誠上昇、これ強いじゃん。ありがとうございました。それはいいね。で、うちのやつ忠誠高えな。なんか方策がめちゃめちゃ効いてますね。じゃあちょっと様子見るか。まあ、徳川だね、基本的には敵対してるのは。まあ、基本的には味方しかいないんで、まあ問題ないかなと思います。国力1位で、あと15カ国。まあ、本当に徳川家を倒さんと始まらんって言った感じか。この辺のちっこい家をなぁ、どうにかしたいけど。金森家まで頑張って取ろう。じゃあ。まあ、言うてできることはない。いやぁ、軍出る。新しく軍出してみる？ 2 万1000出るのか。だとしたら、この金森家に対して宣戦布告いたします。お見せしましょう。助立ちするぜ、助立ちいたす。これでさらにこの金森家に2万1000の加藤軍を出します。なんか米が全然減らないストレスなくこうやって軍を進められるっていうのは本当三成が優秀っていう証拠ですからね。よいしょ。飯田城突破。じゃあこれこのまま桃園城まで行きます。で、これ真田滅びるな。
せよ。いいね、カリア城をゲッチュで、ここにいるのは水野勝成。おー、優秀だな。池田家も意外と優秀だったんですね。ありがたく登用いたします。クキさんもいますね、今思えば。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。